貴族から庶民になったので、婚約を解消されました。星4。妖精がいたずらによって魔力持ちの庶民のメスの赤さんと貴族のメスの赤さんを取り替えっこしてしまう。理由は N 年寝かせた後に人族にバラしてねえ、今どんな気持ち？を見たい、絶望に打ちひしがれる人族の顔が見たいからという理由。それによって庶民の子供なのに貴族の家で貴族として育てられた庶民の人族のメスが主人公の漫画。当然遺伝子的に似ていないので家族と髪の色から、魔法の質から全然違う、自分は本当の子じゃないかもしれないという疑いを持っていたら13歳の時に、子供の交換をした妖精の友人が見るに見かねて主人公にカミングアウトする。この漫画のディモールとベネな部分は貴族としての教育しか受けておらず、能力も行動力も全て平凡な、ザ・モブの生活と能力なのでいきなり恵まれた貴族の生活からクソ底辺の庶民の生活をするなんて無理ゲー。ということで、自分は実の子供ではありませんでしたというカミングアウトを言えないという描写の描き方であり、ガチで主人公は大したことないモブ性能しているということを読者に絵柄と圧倒的なシナリオ力によって描いているので読んでいる側がイライラしない。ナロー系の主人公なら、根性と行動力が備わっているし、現代知識無双も可能なので、2年くらいで外に拠点を構築したりしてサクッと独り立ちするんだけど、この主人公はガチで人当たりがいいということ以外のアドバンテージがないように描いているのぜ。一応、それでもモブなりになんとかしようと料理スキルを伸ばすために頑張ってみたり、妖精がアイテムボックスしてくれるので十分チートではあるんだけど本人の能力値が C だから現状維持以上のことは不可能という漫画。ここからネタバレ。この後もう一人の貧乏一般家庭で育ったもう一人の元貴族のメスのエピソードも出るのだけど、こっちはガチチートで貧乏貴族なのに開花した回復魔法を使って家族の支えたり、学んでいないのに世界の真理を見渡す力を持っているとか、自分の髪の色が違うせいで、両親の不仲になってしまっても、それでも気のつながらない兄弟のお世話をするとかクソ優秀。ここからなんやかんやあって本来の家族の元に戻されるんだけど、平民一家は稼ぎ頭を失って何もできない味噌を押し付けられてしまってという不遇な扱い、貴族の方もその主人公を不遇に扱っていた本当の両親に多しして貴族やべえわってなったりするし、主人公の貴族の婚約者は平民で、ザ・平凡の主人公を気に入っていたのにうんぬんといったエピソードがクソ激烈にお上手であり、最高に面白い漫画。面白すぎてあんこがバイブレーションするのぜ。ナロー系作品としては主力の作品でありとても面白い。